テスト合格人数が15人っていう人数で区切られてたんで、僕が受かったテストの時は正直15人だったためにテストのプレーオフがあったんですよ。それで7人で1人だけ落ちるプレーオフだったんです。で本当に過酷で、1人落ちた人がかわいそうすぎて、それからゴルフやめちゃったらしいんですけどね。だそういう思い出があります。本当に若手のためにはすごくいいことだと思うんですよね。でまあその目標を持って、同じ道をみんなで向かっていって、まあ、世界に通用するようなゴルファーができてくれれば PGA としても大変喜ばしいことなので、大変に素晴らしいプロジェクトだと思います。プロ、まずプロ合格に対しての目標を向けて、そこから、プロになってすぐもうトーナメントにも出れるような、本当にまた世界で羽ばたけるような、選手になっていただければ、ぜひ選手の皆さん頑張ってほしいと思います。